びっくりさせたろ TV 始まるよ。はい、こんにちは。今日はうちの標識製作工場のある出島にやってきました。普段はなかなか見ることができない製作工程を今日は特別に許可をもらって見せてもらえるということなので楽しみにしてきました。そうなんだよね。僕の顔もここで作られたんだよ。今日は見せられるところギリギリまで見せちゃいます。本当ですか？あんなとこやこんなとこまで。あんなとこやこんなとこまでね。今日は刺し太郎の素顔を暴いてやる。仮面の裏を。なんか言った？あ、いえ、なんでもないですよ。楽しみですね。早速制作現場へ行ってみましょう。オッケー。得意のジャンプで？いや、徒歩で。飛ばんのかーい。だってそこだもん。はい、これが完成した案内標識です。大きさは縦が3メートル、横が 3.2 メーターの標識番号 108-2-A、 方面、方向の案内標識ですね。結構大きいですよね。多分視聴者もそう思ってると思いますよ。私はもうだいぶ慣れてきましたけど。道路に設置するときは建築限界を確保するために路面から5メーター以上にする必要があるんだ。だから結構小さく見えるんだよ。さて、今日のテーマ、道路標識はどうやって作るのか、今回はそこに迫ってみようと思います。標識板はアルミの板と裏のアルミの補強材、そして反射シートを貼り付けて作られているんだよ。アルミを使うのは強くて錆びないのと軽いからなんだよ。とは言っても持ってみるとかなり重たいですけどね。そういえば、刺し太郎くんの顔の大きさってどれぐらいでしたっけ？僕の顔は警戒標識 1.0 倍だよ。 1.0 倍ということは、一辺の長さが45センチですね。そう、警戒標識は 1.0 倍、1.3 倍、1.6 倍、2倍と大きさがあって、設置場所の条件で使い分けられてるんだよ。道路の設計速度や交通量などでも大きさを変えられるんですね。うん、その通り。では制作現場へ行ってみよう。ではジャンプジャンプジャンプ。すぐそこなのにここは飛ぶんですね。やったかも、両足。大丈夫ですか？大丈夫。刺し太郎くんはいつの時代の人なんだろう。ここがアルミの板金作業場だね。あの大きな棚にいろんな大きさのアルミ板があって、標識の大きさによって一番無駄が出ないサイズをカットするんだよ。カットするのがこのシャーリングの機械ですよね。そう、シャーリングが終わったら裏に補強リブと呼ばれるアルミの型材をカットしたものを取り付けていくんだね。それがこちらになります。そしてカットした補強リブをアルミ板の裏に取り付けていくんですよね。そうそう、補強リブは形、大きさが 3,4 種類あるんだけど、案内標識のような大きな板は特にこの高リブと呼ばれる高さが55ミリのものを使用するんだ。なるほど。スポット溶接しているところですね。でも鉄ならわかるんですけど、アルミも溶接できるんですか？いい質問だね。そう、カットしたリブとアルミ板をスポット溶接するんだよ。アルミの接合は抵抗溶接といって、接合する母材を電極で挟んで加圧して電流を流すことで、要するにアルミ同士が溶けて結合するんですよね。そしてその溶接分がナゲットと呼ばれる丸い跡ですよね。なんだ、知ってんじゃん。一応研修で工場勤務もしたことありますから。ちゃんと勉強してるね。感心感心、偉いね。テペロ、テペロって。
さてここで注目。こっちのスポット溶接機は自動スポット溶接機なんだよ。ロボットのように自動でスポットしていくんだよ。道路標識を製作する工場は全国でたくさんあるけど、自動スポットがあるのはここだけなんだよ。すごいじゃないですか。ロボットにやらせておけばその間他のことができるからね。文句も言わないしね。え、それは嫌味ですか。そういうことじゃないよ。そんなことは思ってないよ。たまにしか。たまには思うんかい。話を自動スポット溶接機に戻すと、これは日本で唯一の設備、いや世界でもここだけかもね。自慢ですか。自慢です。さて、いよいよ反射シートの貼り付け工程ですね。じゃあ早速その工程を案内するね。お願いします。さっき見てもらったアルミ板を表面処理したものがこれだね。ここに下地になる反射シートを貼り付けます。貼り付けるといってもテープのように接着剤ですぐに貼り付けるわけではないんだ。この後説明する文字部分もそうだけど、ある程度加熱をしないとくっつかないようになってるんだ。感熱式ってやつですね。うん、加熱すると接着強度も高いしね。次はこちら、反射シートの下地が準備できたら、文字や記号、矢印とかを置いていくんだけど、置く位置をマークしていくんだ。下地の上に四角を書いて文字や矢印の位置を示したりするんですね。甘いぜセニョリータ。セニョリータって何ですか。少し前まではそうしてたんだけど、今はちょっと違うんだよね。え、どういうことですか。紹介したいんだけど、こっからは企業秘密なんだよね。ギリギリまで見せてくれるって言ったじゃないですか。ごめん、ギリギリを超えちゃってるんで。ダメなんですね。なら見せられる部分だけでもいいので見せてくださいよ。じゃあ次の文字のカッティング工程は面白いから見てみようよ。あ、いいですね。と行きたいところだけど、前編はここまで。次回の後編では完成まで紹介するよ。残念ですね。後編まで待てませんよ。と言いながら引き続き撮影はするんですけどね。またそういうことを言う。では次回後半の標識版完成編をお楽しみに。あら、閉めちゃったよ。ここで緊急視聴者プレゼントです。この標識マグネット、なんと本物の標識と同じ反射シートを使っています。これを下記のメールアドレスに応募してくれた方の中から抽選でプレゼント。よかったらコメント、いいね、チャンネル登録もお願いします。さて
ご好評いただいている標識クイズです。今日の問題も少し難しいかも。答えは動画の最後で。ぜひ皆さんも考えて当ててくださいね。今回は標識板の制作工程前編をお送りしました。後編では完成までの工程の企業秘密まで見せちゃいます。よかったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回も見てくださいね。ガググっていつの時代のおささやさんのエンディングですか。